もういないじゃん、どこにもいないじゃん。炭治郎、俺のねずこちゃんをどこまで連れて行ってるのって話よ。ほとんあと臭いんだよこの辺、臭い。雲がカサカサする音すごい気持ち悪いし、いや雲も一生懸命生きてるんだろうけどさ、もううるさいよ、じっとしてて。いやこんなことある。いや地面なんですけど、地面雲なんですけど、どういうことこれ、どういうこと。夢であれ夢であれ夢であれよ、お願い。夢であってくれたなら俺頑張るから。起きた時ねずこちゃんの膝枕だったりしたらもうすごい頑張る。畑を耕します。一旦でも二旦でも耕してみせる。だから悪夢から覚めてくれ。な、何あれ何あれ何あれ、人間が雲にされてんの？家浮いてんの？なんかチラチラ見えるけど、人。そしてくっせえ、刺激臭すげえ。鼻が効く炭治郎なら死んでるわ。喉まで痛くなる匂いだ。涙出てくる。目も痛い。でか、でか、でかいわ、でかすぎるよ。俺、お前みたいなやつとは口聞かないからな。お前はもう負けてる。話しかけんなよ、嫌いなんだよお前みたいなやつ。手を見てみな。はぁ、手が何さ。え、毒だよ。噛まれたろ、雲に。お前も雲になる毒だ。四半刻後には俺の奴隷となって血を這うんだ。まずは手足にしびれと痛みが出てくる。次にめまいと吐き気が加わる。さらに激痛が来て体が縮み出し失神する。そして目覚めた時には、いやいや、ハハハハ、何してるんだお前。うるせえよ、うるせえ。怯えることはないぞ。毒が回りきって雲になったら知能もなくなる。いやだからそれが嫌なんだわ、それが。なんでわかんないのお前さ。友達恋人いないだろ、嫌われるよ。いやだいやだ、あんな風になりたくない。しっかりしろ。泣くな、逃げるな。そんな行動に意味はない。嫌な人生だよ。雷に打たれてさ、髪の色変わるし。俺が一番自分のこと好きじゃない。ちゃんとやらなきゃっていつも思うのに、怯えるし、逃げるし、泣きますし。変わりたい。ちゃんとした人間になりたい。でもさ、俺だって精一杯頑張ってるよ。なのに最後、髪ずる抜けで化け物になんの？なんなんだこいつは。いや、
いから一人にして、ちょっとでいいから、ちょっとでいいって言ってんじゃん。こんなこともわからないくらい知性なくなっちゃうの。うわあ、やだやだやだ、勘弁して。バウ失神、なんという腰抜けだ。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。頭から落ちて死ぬぞ。何なんだ。信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々を。お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け！